米越美術館で始まったアンデパンダン絵画展は無審査で誰でも参加できる美術展で今年で22回目です会場には日本画や水彩画版画や鉛筆画などさまざまなジャンルの作品57点が並び AI を使った作品も初めて展示されました いろんな意味であの楽しみ方がありますここに来るといろんなジャンルの絵が一斉に見れるというのはあの非常に珍しい展示会という絵画展でございますので楽しみに来ていただきたいと思います入場無料のアンデパンラン絵画展は米子市美術館で今月26日までです